皆さん、山口大学へ行ってみたいと思います。さあ、本日の長文の全体像ですが、皆さん、段落は6つ。で、設問形式はこういう感じになっております。空小十問題と記述説明が A 問 A 答。そして、皆さん、文政序がマーク式ではあるんですが、皆さん、話の内容、まあ、全体像を把握するためにはですね、ちょっと皆さん、問いの3番から行った方がいいんじゃないかなというところでございますので、この後頑張っていきましょう。さあ、皆さん、第1段落と第2段落、一読をお願いしたいんですが、皆さん、注釈ついておりましてですね、寄付する、犠牲者数、で6桁の数字で表される、投資ですね。これでよろしくお願いいたします。さみさん、第2段落に関してこういう問題が解けるかと思いますのでよろしくお願いいたします。でまず最初はこの下線部を引っ張ったあたりですかね。皆さん、インカム収入の話がなされておりますので、皆さん、これとつながる選択肢が見えてくるかと思います。皆さん、まず1番目は C ですよね。皆さん、線引っ張ったところでよろしいかと思いますが、皆さん、財政という分野においてうまくいってるということですね。ですから、しっかり稼げているという話でございますので、こことつながってきますね。さあ、皆さん、2番目に続くものですが、この点々点を振ったところと言い換え可能な選択肢が見つかるかと思います。で、皆さん、2番目は E ですよね。Considered donating money to charity ということで、皆さん、寄付することを考えるという話でございます。この点点点のところにも、皆さん、thinking about donating money ということで、しっかり考えている話ございますので、つながってきますね。さあ、皆さん、続いて第3段落ですね。これを皆さん、一読していただいて、皆さん、次につながるものをよろしくお願いいたします。さあ、皆さん、この下線部を引っ張ったところと、皆さん、つながる選択肢が見つかりますね。もちろん正解は F ですよね。皆さん、波線引っ張ったところでございます。どの慈善団体が効果的なのかをファインドアウトということですね。まさに皆さん、この波線引っ張ったところと、そのまんまでございますね。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。注釈ついておりまして、寄付をする人ですからね。これで皆さん見えてるかと思いますが、第4段落に相当する選択肢を選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、この点々点をくっつけたところと、皆さん、言い換え可能な選択肢が見つかるかと思います。もちろん正解は D ですよね。で、この点々点引っ張ったところでございますが、Without Proper Guidance ということですね。適切なガイダンスがないですよという話でございます。いまいちなんですね。で、皆さん、その内容がこの点々点引っ張ったところで、皆さん、Is not a good way ということで、まあ、良くないということですね。もしくは without the information needed to make sound decisions ということで、健全な決断を下すのに必要な情報がないんですよね。ですから、そこが皆さん、適切なガイダンスがないというところと皆さん、つながっていきますね。さあ、皆さん、続いて第5段落でございます。で、皆さん、注釈はこちらです。一般に公表すると引き出すですね。これで皆さん一読をしていただいて選択肢検討をお願いいたします。で、皆さん、この波線引っ張ったところと皆さん、つながる選択肢が見つかりますよね。ですから正解は A ですよね。皆さん、ギブウェルと呼ばれる組織のお話がしっかりこちらとつながりますよね。で、皆さん、最後、第6段落。これが最終段落ですが、皆さん、注釈ついております。助成金出資団体、人道主義的な、そして透明性を解き進めるということでございます。で、皆さん、先ほどの問いの3番の一番最後は、この B に当たるんですが、皆さん、一読をしていただいて、ご確認お願いいたします。で、皆さん、話の流れを思い出していただくために、第1段落からご覧いただけますでしょうか。で、皆さん、この後、こちらの下線部の設問に行きますね。さあ、皆さん、設問はこんな感じでございます。まずは、カッコ1番からですね、考えていただけるとよろしいかと思います。
サミさん、まずはですね、この such a thing ですね、そのようなことなんですが、皆さん、これが一体どこを指しているか考えることはできますでしょうか。皆さん、パッと見空称以外に指しているものがなさそうですよね。となってくると、皆さん、空称を指しているんではなかろうかと判断ができるんじゃないですかね。で、皆さん、この空所に何を入れるのかということなんですが、皆さん、ヒントはこの点点点のところになりそうですよね。で、全く存在してませんでしたという話が皆さん、本文中に書いてありますよね。もちろん、ここですよね。ですから、皆さん、この下線部の右側あたりがヒントになりそうですね。つまりこういうことですよね。存在してませんでしたと、ミサ、存在してませんでした。じゃあ何がって言われたら、such a thing。何がこれですよね。ということは、ミサ、いけそうですね。ですから正解は、the information ですよね。ですから、存在しなかったと、存在しなかった。で、それに対する主語は such a thing。これがここにつながり、じゃあ何なのっていうと、これですよね。動詞の左側にある the information ですね。これが空欄1番に入ってきますね。で、皆さん、次は空欄3番の方が先に決まるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントは、存在していなかったの右側、この分野という話でございますので、本文の存在していないという右側、この there がここにつながってくるかと思います。ということは皆さん、この there がどこかを皆さん遡っていただけるといけそうですね。ですが正解は charities ですよね。皆さん、there、場所でございますので皆さん遡っていただきますと、charities、慈善団体ですよね。ですので、正解はチャリティーです。さあ、皆さん、続いて空欄2番でございます。皆さん、1番にはインフォメーション、情報が入っておりますので、皆さん、そのお金の効率ですね、それに関する情報は簡単にうにゃうにゃと。さあ、どうでしょう。で、皆さん、ありがたいことにですね、同じ構造をとっておりまして、皆さん、このピンクの三角括弧のところで囲みましたが、その多くの慈善団体に連絡を取ったんですが、という話ですよね。で、皆さん、それがその直前のこのあたりですかね、やはり組織にコンタクト取って受け取ったんですが、という話で構造全く同じなんですよね。で、皆さん、内容もですね、皆さん、バットの右側、このあたりやったら、皆さん、質問に答えるものは何もありませんでしたよと。そして、こっちもそうですね、情報はなかったですよということですね。ですから、否定的な内容で終わってるところも全く同じですね。で、皆さん、この空欄1番、情報は簡単に空欄2番できました。という前向きな内容は、このピンクの三角括弧のところとつながりそうですね。で、皆さん、組織にコンタクトを取ってですね、そうすると皆さん、たくさんのマテリアル、資料、素材、それを受け取ることができてますよね。ですから、まさに情報を簡単に点点点できているという話でつながってできますね。ですから、この空欄1番の情報はこれを指してますよね。ですから正解はこれですよね。レシーブドということでよろしいかと思います。ですから、たくさんの資料、情報を受け取ったんですよね。ですから、情報、インフォメーションを簡単に受け取れましたということでよろしいかと思います。で、皆さん、最後の問題は、この第6段落にまつわる問題でございますので、いきますね。さあ、皆さん、こちらの問いの2番でございます。よろしくお願いいたします。
デミさん、設問の指示のですね、みさん、仕事を辞めた話がここに書いてあるんですよね。ですから正解はこの辺りになりそうですよね。ですから正解はこの三角括弧の辺りを書けばよろしいですね。デミさん、模範解答はこの後ホワイトボードを使って書きますね。さあ皆さん、本文をちょっと書き出してみました。で、この上が該当箇所ですよね。そして皆さん、設問の指示、そして皆さん、模範解答という感じで皆さんご覧いただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、話の中心、回答の中心はですね、このオレンジの三角括弧ですね。で、囲ったところをそのまま皆さん拝借していただけると大丈夫かと思います。あと皆さん、設問の指示がしっかり書かれておりますので、これに合わせて皆さん綺麗に整えていきたいと思います。で、まず、ホワイ、なんでですかということですので、当然皆さん理由を表して、こんな感じでよろしいかと思います。 because 点点点ですよね。で、皆さん、じゃああとはどうなってますかっていうと、皆さん分かりやすいのは多分このあたりでよろしいかと思います。で、皆さん、こんな感じでよろしいかと思いますが、皆さん、K さんと H さんですね、2人複数でございますので、皆さん、they で初めて、そして、皆さん、動詞は did、そして leave ですね。離れたわけですから、皆さん、それをうまいこと書くと、皆さん、こんな感じでよろしいかと思います。皆さん、離れましたよというところを、皆さん、leftで置き換えて、皆さん何をっていうところは、皆さんもそのもそのまま拝借していただけるとよろしいかと思います。皆さん、もう回答は、they left 点点点 jobs because このオレンジのところですね。こういうふうに皆さん書いておけば十分合格点取れるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。さあ、山口大学の総括ちょっと行ってみたいと思います。で、皆さん、今扱いました長文は第1問目なんですが、皆さん、英文英答がやはり中心でした。で、皆さん、英文英答、構えちゃいます。ちょっと苦手です。みたいな感じの方、いらっしゃるんじゃないかって感じがしますが、ご覧いただいてわかると思いますが、皆さん、本文中の表現をですね、拝借することで、実は回答を構成することができるんですね。で、皆さん、もちろんこの山口大学以外の大学で M&A と、このやらつのスタディでもちょくちょく扱ってるんですが、ほぼほぼ皆さんこれでいけますので、ですから、皆さん、自力で英文をなんか作らなくちゃいけないんじゃないか、ああ、めんどくさ、みたいな感じの方もいらっしゃるかと思いますが、さ、意外と少ないんじゃないかなという感じがいたします。で、じゃあ皆さん、これはじゃあ、底力と言いますか、皆さんの英文創作力は、どこで問われてるんですかっていうと、皆さん、こういうところですよね。ちゃんと皆さん、英作文の問題が別に設定されておりますので、ですから、皆さん、通常の長文の中での英文英答に関しては、英文の創作、しなくちゃいけないという感じではなさそうですよね。ですので、そういった意味で、ちょっと皆さん、気持ちを落ち着かせていただいてもよろしいのじゃないかなという感じがいたします。そして、皆さん、今、第1問目、扱いましたが、皆さん、第2問目と第3問目がありまして。で、皆さん、第2問目は、長文の総合問題なんですが、これはほぼほぼもう日本語でございます。で、皆さん、問いの1番から問いの5番まであるんですが、皆さん、問いの1番は実は熟語が問われておりました。で、何が問われてましたかっていうと、皆さん、help oneself。皆さん、ご存知ですね。なんか自由にとって食べるみたいな、自由にとって何をするみたいな熟語でよろしいかと思いますが、これを知ってるかどうか、もちろん知ってればですね、非常に簡単な問題なんですね。で、皆さん、以前もお伝えはさせていただいてるんですが、皆さん、こういうヘルプウニャウニャセルフが、知りません、という方いらっしゃったら、やっぱりこれですよね。で、皆さん、熟語集一冊1000語ぐらい載ってるものです。皆さん、頑張っておりますでしょうか。頑張っていない方も何かいらっしゃるんじゃないかって感じがしますけども、やっぱり皆さん、熟語集、単体で熟語集ですね。戦後ぐらい載ってるものをやっぱりやっておくことで、こういった熟語なんかにも対応ができますので、これ皆さん強くお勧めしたいと思います。そして、皆さん、問いの2番和訳の問題だったんですが、実は皆さん、ポイントがもう、明確でして、省略に気づけるかどうかを試す問題でございました。で、皆さん、省略ってじゃあ、どうやって解くんですかっていうと、ちゃんとですね、
では直前にヒントが存在しておりますので、ですから皆さんそこを見たらもうすぐ答えは出ますので、それもそんなに心配する必要性ないんじゃないかって感じがします。で皆さん問いの3番記述説明問題なんですが、皆さん記述説明もですね、必ず皆さん下線部の前後に言い換えがあるんですね。で皆さん、このたまたま山口大学のこの記述説明問題は、その天国、ヘブンとは一体どういうことなのか、みたいなものを説明する問題だったんですが、その直前にちゃんと言い換えがあるんですね。ですから、そこさえ見抜ければ特に問題ないです。そして皆さん、問いの4番は純粋な和訳なんですが、皆さん、和訳は皆さん、高校1年生の頃から頑張って毎日毎日やってるかと思います。授業でもありますよね。英文和訳を頑張りましょうということで、毎日の積み重ねでよろしいかと思います。そして皆さん、問いの5番、自由英作文と第3問目英作文。皆さん、これに関しては皆さん、ここに書いておりますが、やっぱり学校の先生、もしくは塾の先生に、これですよね。皆さん、添削をお願いして、自分の回答が正しいのかどうかですね、指示を仰ぐという感じで、皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さん、山口大学一応全体像、一応こういう感じでやってみましたので、皆さん、ぜひ参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。